はい、道山です。本日は朝起きない子供のサポート法というお話をしていきます。私はですね、もともと公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして、年間3000組ぐらいの親子の子育てや勉強をサポートしております。まあそうするとですね、こういった不登校とか、朝遅刻してしまう子供の、相談っていうのもたくさん来ます。でね、そんな時にお父さんお母さんたちはどのような対応をしていったらいいのかっていうね、お話ししていきたいと思います。まあ、この対応の通り接していただければ、いずれですね、お子さんきちんと朝起きれるようになると思います。まあ、なのでね、最終的には不登校とか遅刻も改善していくと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まず本日の相談内容です。昼夜逆転の相談です。学校に行けないので、遅くまでテレビを見て起きていて、朝起きない場合、ことが多いです。多少無理やりでも起こした方が良いのでしょうかという相談です。まあね、お子さんが朝起きない方の場合、無理やり起こすべきか、それとも起こさないべきかで悩むことがね、まあ一番多いと思います。で、これに対する僕の回答って何かというと、許可なく無理やり起こすのは絶対ダメってことです。で、これね、自分がちょっと考えてみていただければわかると思うんですけど、朝ね、起きたくもないのに親から起こされたら親のこと嫌いになりますよね。で、結局、この昼夜逆転っていうのは、まあ、いろんな理由ありますけど、一番多いのはね、やっぱ親子関係が良くないってところが一番の原因なんですね。で、だからこれ無理やり起こしてしまうと結局ね、さらに親子関係が悪化するんです。で、その結果、不登校が長引くってことにつながってしまいますので、無理やり起こすってことは絶対に、やめてください。で、じゃあ、無理やり起こさなかったら、なんか、子供はいつまでもね、ずっと、学校行けないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、これはね、ステップをちゃんと踏んでいくってことが大事です。どうしたらいいかっていうと、まずですね、前日の夜に明日の朝起こすって聞いてあげてください。で、ここで子供が、どういうふうに反応するかによって対応を変えていくってことですね。例えば起こしてほしいって子供が言ってくるんだったら起こしてあげればいいですし、まあ、嫌がるんだったら今の時点ではまだこれ学校に行きたくないっていう、まあ、ある一種の意思表示なんですね。だからそこで無理やり起こしたところで子供の昼夜逆転が治ることもないですし、不登校が改善することもないので、この場合はね、無理に起こさないようにしてください。で、じゃあここで無理に起こさなかったら結局いつまで経っても昼夜逆転とか不登校治らないんじゃないですかって思うかもしれないんですけど、そんなこともなくてですね、これは結局朝起きて学校に行こうという気持ちを引き出していくことが大事です。こういった気持ちが出てくると子供は自然にですね、お父さんお母さんと、明日普通に自分が頑張っても起きられないから朝起こしてって言ってくるんですね。だからその気持ちが出てくるまで待ってあげるってことが大事になります。じゃあどうしたらね、この気持ち出てくるのかというと、まあ、一つが愛情バロメーターアップです。つまり親子関係を良好にしていくっていうことですね。これについては、私がね、現在無料で配信している思春期の子育て講座、こちらの中でね、この愛情バロメーターアップの方法は詳しくお伝えしております。この動画のね、右上のところから詳細確認できますので、よかったらね、こちら、まずは読んでみてください。で、あと、愛情バロメーターが上がってきたら今度は学校に行くきっかけ作りですね。まあ、それがね、例えば学校のイベント、例えば修学旅行とか、定期テストとか、そういったイベントになるのか、もしくは先生にね、ちょっと学校家に来てもらって少し先生と交流する機会を作っていくのか、まあ、はたまたね、友達と積極的に交流していって、そういった機会を作っていくのか、これは人によって違います。まあ、ただこういったきっかけができてくると子供は少しずつ学校に行けるようになってきますので、まずはね、この2つで進めてみてください。はい、他にも作ってほしい動画、感想、質問などあればぜひコメント欄の方に書いていただければと思います。あと、チャンネル登録やグッドボタンなども押していただけると大変励みになります。